教科、水産は産業としての水産業の各分野に関する知識と技術を習得させることなどを目的とする教科。後期中等教育における専門教育に関する各教科の一つである。教科、水産は水産に関する学科や総合学科などで主に開講学習される。教科、水産に属する科目の数は20に上り。 そのいくつかと普通教科を組み合わせて教育課程を編成することで主に専門学科や総合学科においては学科の特色が生きるように配慮されている。水産や海洋の各分野における生産や流通、環境などに関する基礎的、基本的な知識と技術を習得させ、水産業及び海洋関連産業の意義や役割を理解させるとともに、 それらの諸課題を主体的、合理的に解決し、それらの産業の充実と社会の発展を図る、創造的な能力と実践的な態度を育てる。水産に関する学科は、高等学校設置基準に規定されている、専門教育を主とする学科の一つ。専門教科、水産を中心に履修し、高等学校学習指導要領により、水産基礎及び課題研究が、 原則履修科目として指定されている。水産に関する学科の例としては次のようなものがある。水産に関する学科のにおいて履修する科目の例としては次のようなものがある。水産に関する学科は、ほぼすべての水産高等学校及び海洋高等学校に設置されている。実習船などを必要とするため、普通高等学校や実業高等学校への設置は、 比較的少数である。近年は少子化の影響により全国各地で高等学校等配合の動きが見られる。主な例として日本初の水産高等学校だった福井県立オバマ水産高等学校は2013年統合により福井県立和歌山高等学校海洋科学科となった。2015年オバマ水産高等学校は並行となったものの現在は 福井県立若狭高等学校開業キャンパスとして利用されている ABC 級高等学校設置基準による ABCDE 級高等学校学習指導要領によるありがとうございます。